相模原市立大沢中学校は、神奈川県相模原市緑区大島に所在する公立中学校。相模原市立大沢中学校は、体育祭及び文化祭的行事を総称して、沢中祭と呼ぶように、沢中の略称で親しまれている。相模原市内で、学生改革と同時に設立された9校の新生中学校のうちの一つである。環境は人を作る、その環境は人が作るという校訓があり、緑化活動、環境整備、地域クリーン活動などにも力を入れている。また、園芸部が存在する。相模原市立大沢中学校の通学区域は以下の通りである。ただし、次の印のついた区域あるいはその付近においては、相模原市の指定変更許可制度に基づき、その指定外の学校に変更することができる。大島上久沢橋本台田名下久沢田名、下久沢例年は7月頃に行われる。中体連総合体育大会など様々な部活動の大会などへ参加する生徒を激励し、活躍を誓い合うための会。各部が意気込みを表す。リレーや応援合戦といった様々な競技を赤、青、白の3つのブロックに分かれ得点を競う。ブロックは抽選により各学年それぞれ2クラスずつで3ブロックに分かれる。1980年代には学級数が32までに達し、その頃は7色のグループに分かれていたこともあった。例年は10月頃行われる。市民会館で合唱コンクールを行う。全校合唱、学年合唱、クラス合唱があり、クラス合唱では教員や生徒を利用し、宿泊棟で2泊3日する。クラスでテーマを決めるなどして体験活動やレクリエーションをする。保育園、高齢者施設、障害者施設の3カ所で福祉についてを学んでいる。例年は広島、京都、奈良へ行き2泊3日する。平和学習の一環として広島へ行っている。1970年度は万国博覧会に行っている。その他、地域クリーン活動などもある。大沢中学校の生徒会は在学する全校生徒によって構成される。生徒総会を最高決議機関とし、その下に生徒会本部や委員会などがある。2010年5月1日現在、以下の生徒会組織がある。会長1名、副会長3名、書記4名から組織される。特別委員会は専門委員会と異なり、本部や学級からの提案を受けて、評議会の承認の後、本部の指導の下で活動する。沢中祭体育部門の準備、運営などを行う。2006年6月16日に行われた生徒総会によって設置が決議された。生徒会本部の補助的な役割をする。本部役員、学級委員、各専門委員長、必要に応じて部長会議長から組織される。以前は特別委員会であったが、2006年6月16日に行われた生徒総会により特別委員会から専門委員会となった。学級委員の他に学級の班長で組織される。各部の部長、本部役員2名で組織される。生徒会規約で定められているが、生徒会組織図では点線で区切られており、生徒会に含まれるかについては見解が分かれる。大沢中学校には2019年4月現在以下の部活動がある。運動部文化部2006年度、部員数の減少や大会への参加校数の減少などの理由により器械体操部が廃止された。2007年度、以前から休部となっていた演劇部が廃止され、バスケットボール部とクラブ扱いだった柔道部が新設された。1986年5月24日、当時中学3年生の水泳部男子生徒が放課後にスタート台からプールへの飛び込み練習中、プールの底に頭を強く打ち頸椎を骨折し8ヶ月、入院、完全四肢麻痺が残る事故があった。両親は水深の浅いプールの構造と部の顧問の不注意に、問題があるとして、学校を設置した相模原市に対し2億1000万円の損害賠償を求める裁判を起こした。1992年3月9日、横浜地裁は原告の訴えをほぼ全面的に認めて、市に約1億円の支払いを命じるという事態となった。現在、大沢中学校に水泳部は存在しない。時間や服装を守ることなど、基本的な5つの項目を学校の決まりと規定している。1996年から校則検討委員会及び学級委員会や生徒総会で話し合われた結果、1997年12月11日に施行された。これは一般的に校則と呼ばれるものであるが、生徒の手で作られたということで、しようというような呼びかけのような文面になっている。内容は主に学校生活や服装、持ち物についてである。2004年6月17日の生徒総会でペットボトルの持ち込みが許可され、2005年12月20日の臨時生徒総会で黒、紺色の靴下の着用が許可された。部活動をより良いものとし、部員同士の友情を深め、大沢中学校すべての活動を誇りあるものとするために規定されている。1970年11月1日施行。生徒会の組織に、などについて規定されている。図書室の利用の仕方などについて規定されている。保健室の利用の仕方などについて規定されている。ストーブの使用について規定されている。2020年4月1日現在、大沢中学校には、第1学年8クラス、第2学年6クラス、第3学年7クラスの計21クラスに加え、障害がある生徒などのためのアジサイ学級がある。現在、クラスは数字であるが、アルファベットだった時代もあった。学年ごとの名札、上履きなどの色は、学年色の赤、緑、青の3色のいずれかで指定される。以前は、体操着も学年色であったが、2009年度の改正に伴い、全学年共通となった。学年色は、年度が変わると同時に1年生の色が2年生、2年生の色が3年生、3年生の色が1年生、といった具合に入れ替わるため在学中の3年間、自分の学年色は同じである。2018年度は1年生が緑、2年生が赤、3年生が青。2019年度は1年生が青。2年生が緑、3年生が赤。2020年度は1年生が赤、2年生が青、3年生が緑となる。創立当初は、相模原町立大沢小学校の一棟を借用していた。1951年、現住所に位置する2階建ての木造校舎に移転。その後特別教室の設置や増築がされたが、鉄筋校舎への建て替えが決まり、1974年から順次プレハブ校舎に移った後、1978年に B 棟、1980年に A 棟、1981年に C 棟が完成した。校舎はいずれも3階建てである。これらの棟はちょうど東西方向に立っており、北の棟から順に C 棟、A 棟、B 棟である。特別教室を除く大半の教室に扇風機と、ファンヒーターとクーラーが取り付けられている。特別教室などでは石油ストーブを用いる部屋もある。テレビは以前から各教室にあったが、近年になって新しい薄型液晶テレビが導入された。校舎の老朽化に伴って筋交を入れるなどの耐震補強がなされた。A 棟、編集1974年12月1日着工。1977年7月21日、西側部分完成。1979年6月25日着工。1980年3月20日、東側部分完成。2000年10月12日、耐震工事完了。3棟のうち中央に位置し、最も大きい。2016年度、各教室クーラー取り付け。B 棟。編集1970年2月24日、着工、1970年8月31日、東側部分完成。1973年5月10日西側部分、完成。最初に建て替えられた校舎のため、しばらく、新校舎と呼ばれていた。1998年9月30日、耐震工事完了。2016年度、各教室クーラー取り付け。C 棟、編集1980年7月1日着工、1981年3月25日、完成。2005年8月31日、耐震工事完了。現在は特別教室の棟で、普通教室はない。2016年度、各教室クーラー取り付け。カレーの調理実習以降、通年カレーの匂いが取れない状態が続いている。1988年9月30日設置。1997年6月30日改築、新機種導入。2005年9月14日、新機種導入。1994年3月1日設置。視聴覚室とは別に設置されている。各席にヘッドホンマイクやリスニング機械、スクリーンと投影機がある。LL 教室の LL とは、ランゲージラボラトリーの略であり、主に英語の授業に使われる。1966年3月7日完成。1987年2月20日入り口部分などを増改築。閣議場、編集体育館の入り口2階部分にある。体育館改築時に作られた。1963年6月30日完成。B 棟の北側にあり、現在に至るまでずっと同じ場所である。1964年7月1日更衣室、完成。1997年6月30日、改修。1963年10月1日完成。その後、建て替えに伴い消滅したが、1990年10月28日、再造。B 棟の北、プールの横にある。1984年拡張。木造校舎時代には現 B 棟が位置する場所にあった。現在では、高知拡張の際に拡張された最も東側の部分にある。C 棟西側にある。現在、服装に関しては、学校の決まりや、私たちの約束で規定されている。ただし、名札についての項目は一切存在しない。大沢中学校の制服は、設立後2回変わった。現在、制服は私たちの約束内において標準服と表現されている。男子の夏服は角襟ワイシャツに黒い長ズボンで、冬服はその上から学生服を着用する。女子の夏服は丸襟ワイシャツに紺スカートで赤色の棒ネクタイをつける。冬服はその上から紺ブレザーを着用する。設立当初は男子制服には学生帽が存在し、女子は白いスカーフのセーラー服であった。その後1960年頃に学生帽がなくなり、女子も夏服はベスト、冬服はブレザーに変わった。当時はネクタイ等はなく、夏服のベストがなくなり現在のようになったのは1985年頃からである。2008年までは胸に学年色の名前の刺繍が入っており、襟袖も学年色であった。半袖シャツハーフパンツの上から着るための長袖のジャージがあったが、時代が進んでいくとともに、袖口が絞ってあるデザインが生徒に不評となり、改正が検討されるようになった。2008年度の合唱コンクールの際には試作品が展示され、アンケートを行った。その結果をもとに2009年度から新しいデザインに変わった。現在のデザインは、長袖のジャージは、袖口が絞られておらず、紺色に白いラインとミズノのロゴが入ったものである。襟袖や刺繍の色も学年の色ではなくなり、すべて統一された。なお、1985年頃までは男子は短パンで、女子はショーツ型ブルマーだった。長袖のジャージも現在のものとは異なっていた。学年色のプラスチック製プレートに白く名字のみ彫られている。安全ピンでワイシャツ、あるいは学ランやブレザーの左胸のポケットに取り付ける。以前は中学校名も彫られていたが、現在ではなくなっている。英語のネームプレートを略して、校内ではネームと呼ばれることが多い。以前は、色は白のみかとされたが、選択が大変であることなどから改正の要望が多かったため、2005年12月20日の臨時生徒総会で約束が改正され、白、黒、紺を基調としたものが可とされた。相模原市立大沢中学校 HP トップページ左下を参照。相模原市立大沢中学校 HP 教育目標方針右上を参照。大沢中学校校歌、勝義雄、作詞、平井康三郎、作曲。環境は人を作る。その環境は、人が作る、心豊かな人、自立できる人、進んで学ぶ人、思いやりを持ち心豊かな生徒、正しい判断で行動できる生徒、進んで学び想像力を持つ、生徒桜燕紫陽花、沢中向上心みんなで目指す、新たな対策中。ありがとうございます。